はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらバーン、はい、出ました、プチラマデラックスドラカブリバース01っていうことでね、はい、いや前回のルフィと比べてね一気にちっちゃくなったね。これいやこれね予想以上にちっちゃい箱だな。あらこんなちっちゃかったんだ。まあ、どんなやつかっていうのはね開けてみないと分かりませんが、ということでね開けてみましょう。はい、ということでね、はい、こちらやっぱドラカプっていう枠組みだからかな、いやこれで、9000円ぐらい、高くないと思うけれども、まあ出来次第だよね。とりあえずね箱を回転させてみましょう。ということでね箱から出してブリスターの状態も見てもらいましたが、ちっちゃい。ではね、まあ、多分パーツ一パーツなんでそのまんま開けてねフィギュア見てみましょう。はい、ブリスターから取り出しましたので見ていきましょう。こちら、はい、いやめっちゃちっちゃいな、こじんまりとしてる。でまあ、ある意味ね場所かさばらないんでどこにでも飾れるっていうね、うん、そんぐらいのサイズ。まあね見てみましょうかね、とりあえずね、はい、少年期の悟空、これよくできてるね、うん、少年期の悟空いいわ。で普通の青年期ですね、うん、まあ、これもいいね、うん、よくできてます、はい。でスーパーサイヤ人、うん、まあ悪くはないよね、うん、でスーパーサイヤ人3、うん、まあもうちょいもうちょい欲を言えばもうちょい似せれたかなとは思うぐらいのレベルですね、スーパーサイヤ人3は、うん、まあ、髪のボリュームがすごいな、うん、で均等の方がねこう流れてるっていう、まあ、悟空の系譜としてのフィギュア、ジオラマフィギュアとしてはね、うん、十分なんじゃないですかね。これはコンパクトで飾りやすいし、うん、やっぱファンとしてはねゲットして損はないと思います、これ、うん、結構塗装とかもねちゃんとこうやって陰影がついてるんですよね、うん、まあ、出来としては思ったよりはいいと思う。ただ値段からしたらどうなんだろうな、ちょっと値段相当はいかないかな、これだったら5000円ぐらいでいけれたんじゃないかなとは思うけれどもね、うん、これは人の感じ方次第だよね。はい、ということでね、うん、今回はまあシンプルながらもね、うん、まあ、ワンパーツ構成だしね、うん、何よりも、うん、小さい。ただね、うん、やっぱねこう4ポーズが重なってる、うん、これが何よりいいと思うね、うん、成長過程っていうか悟空の、だからドラゴンボール Z なんだよね、うん、アニメの放送のドラゴンボール Z までの形態、
そう考えたらね、うん、いいと思う。こうやってちゃんとロゴも入ってるっていうのはいいよね。はい、ということでね、これは簡単にね、あの背景変えて綺麗な状態でお見せすることができるんで、とりあえず背景を変えて回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。